野田市は千葉県の北西部に位置する市。人口は約15.2万人。都市雇用圏における東京都市県、健康都市連合加盟都市、統括地域にある、江戸川や利根運河の水運で栄えた醤油後大名産地の一つ。醸造関連遺産は近代化産業遺産に認定されている。古くは江戸川の菓子を中心に水運で発展した。 鉄道開通後は駅を中心に東京都の都心のベッドタウンとして住宅開発が進む。東武鉄道の田線の田市駅周辺はキッコーマンの創業地であり、本社を置く企業城下町としても知られる。ここから毎日全国に醤油が出荷されている。豪商のお屋敷や醤油像など近代化産業遺産野田市の醸造関連遺産として、 数多く現存している。関東の富士見百景、野田市からの富士に選定されている。野田という地名の由来は、諸説あり、有力な説に、野田右馬之助という武将が館を構えたことに、由来するというものがあるが、野田の地名を取って、野田右馬之助を名乗ったとする説も存在するため定かでは、ない。千葉県最北端の市であり、北緯36度線が通る。 県庁所在地である、千葉市から約四十キロメートルの距離である。東京都の都心から三十の四十キロメートル圏内である。都市雇用圏における、東京都市圏に含まれ、東京都特別区部への通勤率は十三点二パーセント。関東平野のほぼ中央に位置しており、市の中心部は、下唄大地、市の東尾根川、西尾江戸川、南尾、殿根川によって、 三方を河川に囲まれている。利根川を挟んで対岸が茨城県、江戸川を挟んで対岸が埼玉県である。利根運河を航行する蒸気船1915年の田は、江戸時代以前の記録に乏しいが、小規模な遺跡が点在しており、古くから開かれていた土地であることがわかる。古代の遺跡としては、野田貝塚、山崎貝塚などが残っており、 中規模の集落があったと見られている。中世の遺跡としては、後3年の役で活躍した、鎌倉影政の居城や、小学坊の重臣、野田右、馬之助の居城があったと伝えられている。ただし遺構は発見されていない。また、尾崎には、鎌倉幕府の有力な御家人だった、野本家貞の上官と伝えられる、比較的規模の大きい上官跡も残っている。崎には、 国人の一式一馬の上官跡が残っており、豊臣秀吉の派遣した軍との戦いがあったと伝えられている。徳川家康の江戸入婦後には、1590年に岡部長森の居城が山崎に築かれ、後に包み台に移ったと伝えられている。これらの遺構や伝承は、ある程度残っているものの、記録が少ないため中世の情報は、不明な点が多い。野田は、 江戸時代に入ると、やや記録が増える。これは、大消費地となった江戸に出荷する、醤油産業が起こり、恵まれた水運を利用して、醤油の一大ブランド地として栄えていったためとされる。陸上交通として、日光東王館が通されたため、山崎塾、中里塾などの宿場も起こった。1970年代以降、国道16号沿線に、工場や、 物流施設が多数移転し、東部の打線を通勤路線として、東京のベッドタウン化が進む。しかし、1990年代以降、都心回帰現象の影響を受け、青年男子層が進学、就職を機会に市外に流出、高齢化の進展を見ている。近年都市再生機構が、市南部水木地区に開発を進めている野田水木の町や、 つくばエクスプレスの開業により、東京都心へのアクセスが早くなったことから、人口は再び増加に転じている。A1950 年5月3日、B1955 年7月20日、C1957 年4月1日、D2003 年6月6日、近代地春彦の改装録によると、東京方言との間に特筆すべき差がないと、されているが、 茨城県南西部や埼玉県南東部と共に、下宇佐国葛鹿郡を構成していたためか、中高年齢者には、西関東方言と東関東方言が混合したような方言の話者が多い。この場合、アクセントも茨城弁ほどでないにせよ、曖昧か崩壊が見られ、東京式アクセントとはほど遠い。同様の方言は、 隣接する流山市や埼玉県吉川市、三里市などでも聞かれ、北へ行くほど東京式アクセントとの帰りが大きい傾向がある。野田市や隣接する流山市、茨城県南西部などで話される言葉で、他の地域ではあまり通じない言葉を以下に記す。2010年の国勢調査で155,446人を記録して以降は減少傾向となっている。 2021年、の人口は約15万2000人。郷土の自然を愛し、平和で安全な環境を守ります互いに助け合い、すべての市民の幸福を願います体を鍛え、仕事に励み、楽しい家庭を作ります決まりを守り、信頼と愛情を深め、心豊かな社会を築きます教養と文化を高め、自由と希望に満ちた郷土を目指します。 野田警察署の出し消防本部市議会に2009年9月29日、野田市議会において、公契約条例案が可決された。これは、市発中の公共事業を受注した業者に対して、市が定めた最低賃金以上を労働者に支払う、要義務付けるものであり、全国初の条例となる。低価格競争による賃金低下が指摘される中、 一定額の賃金を確保することで労働者の質の低下を防ぎ、業務の質を確保するのが狙いである。千葉県議会2015年8月3日現在。国政1997年10月20日に、関東運輸局千葉運輸支局、奈良市の自動車検査登録事務所より分割される形で、野田自動車検査登録事務所が業務を開始し、野田ナンバーが生まれた。 野田ナンバー管轄区域、松戸市、柏市、阿鼻子市、流山市、野田市。醤油業界最大手のキッコーマン株式会社と白醤油部門では、業界最大手の木のえね醤油株式会社が所在。国内3分の1程度を生産する日本最大の醤油生産地である。南部工業団地内にある東京電力パワーグリッド新野田変電所は、 総出力794万区は4月現在であり、世界最大級の変電所として1999年10月に、ギネス世界記録に認定された。本社、本店多く、企業級機構マン本社事業所がある、主な企業他に、市内には、野田地域があるほか、旧日光街道沿い、川岸駅周辺に商店が集中する。 住民の自治会加入率が非常に高く、市が発行する広報誌の配布やゴミの収集などは自治会を通じて行われる。野田司法のほとんどが長官に織り込まれて配布されている。2007年7月15日付で野田司法の発行が戦後になった。特集として今までの司法や司法の移り変わりなどを掲載した。合併によって誕生した豆バス。 一位のホールなどが合併のモデルケースとして、総務省によって全国に紹介された。小渕内閣時代に緊急経済対策とした、実施された地域振興圏の交付開始が、他4市町村とともに全国2番目であった。1月29日、島根県浜田市、2月1日、北海道新井カップ町、福島県北塩原村、千葉県野田市、和歌山県清水町、 愛媛県八幡田浜市急を聞かせ図書館側館、郵便局郵便番号は以下が該当する。二州配局が州配を担当する。吉光万総合病院二次医療圏としては、東括北部医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを記載する。東京理科大学生部大、千葉高等学校近代以前江戸時代。 野田が開校するなど、明治5年から8年にかけて、小学校が次々と開校していった。しかし、初期の教育制度は未整備で、学校制度は様々な試行錯誤を重ねていく。近代以後学校教育先進都市でもあり、全国に先駆け、土曜日対策として、サタデースクール、オープンサタデークラブなどを開始した。また、マイステップなど、 独自の副教本の作成や少人数授業に学期制導入など様々な政策を行っている。2014年にはサタゲースクールに代わり県内唯一となる学習の土曜授業が開始された。上記以外にキャリア教育に力を入れ中学2年生には野田市統一で3日間の職場体験学習を行っている。受け入れ先は野田市内外で300を超え、 学校別に見ても大規模なところでは100近くにもなる。中学1年生で職場見学を行っているところも多い。また、小学6年生はキャリア教育の一環として職場見学を行っているところもある。日本ナサニエル放送音協会は事務局を東京理科大学理工学部河村幸夫研究室内に置く。東葛飾地方中学校駅伝競争大会は、 松戸市と野田市を起点として開催されている。特別支援学校野田市の市街局番は全域で04である。元は旧野田市域の市街局番は04712となっていたが1966年1月30日より0471に変更。元は阿鼻子市、柏市。 流山市、野田市を対象とした市外局番は0471であったが、市内局番の不足に伴い、2002年2月より、これまでの0471の市外局番のうち、71を市内局番に回し、市外局番を04に変更した。桁を2つずらした理由には、市内局番の始めを1から始めてはいけない決まりによるもので、桁ずれによる、 市外局番二桁かは、これが、発令となった。埼玉県所沢市などの042から9、千葉県鴨川市などの0 4 7例のうち、市内局番の先頭が9の地域の市外局番も04に変更されており、これらの市外局番04地域に電話をかける場合は04を最初に回すことになる。ただし、天気予報は従来と同じく、 0471から177である。現在も電話番号の部分が0471のままの看板等も多く残っている。収容局は以下の5ビルが該当し、市内局番は以下の通り。野田市駅南栗橋車両管区7、光大市所市内を走る鉄道は東部野田線の一路線のみ。都心へ鉄道でアクセスするには野田線と接続する。 各路線の駅を経由する形となる。かつては、野田神社鉄道が付設されていた。野田線は、衛星都市間をつなぐ環状の路線であること、単線運行区間が存在することに加えて、市内では、快速運転を一切行っておらず、都心から30キロ圏の自治体としては都心への所要時間が、比較的長い。これに対して、東京直結鉄道の誘致に向けた活動を、 行っているが、実現のめどは、立っていない。また、上磐線輸送力整備、新線建設促進規制同盟が、上磐線の輸送改善や、新線建設の促進を働きかけている。また、南部地区では、隣の流山市にある、運河駅を利用する客も多い。未成線豆、バス、松戸の打席宿自転車同線下宇里に大橋、 高速道路市内に高速道路は通っていないが、流山市の流山インターチェンジ、及び柏市の柏インターチェンジを利用すれば、5から10分ほどで野田市街へ向かうことが可能である。有料道路2020年の下嘘とね、大橋有料道路をもって、市内の有料道路すべてが無料化となった。過去の有料道路一般国道都道府県道、 協僚国土交通省関東地方整備局が募集した関東の富士見百景に市内4カ所が野田市からの富士1系として選定されており、野田の醤油生産と高梨市庭園などは千葉遺産百選に選定されている。山崎宿近代化産業遺産級、野田醤油銀行森の遊園地かつて大谷温泉や野田の遊食館があったが、 近年スーパー銭湯などの温浴施設が増えている。近隣市町村の温浴施設とも激しい競合が行われている。これらの温浴施設は半径 5km 以内に集中している。国、県指定及び国登録文化財一覧。告示。ありがとうございます。